Times。 こんにちは、いちかにとです。いくつかご紹介します、うん、タイトル。私が一番好きなタイトルなんですけど、うん、お母さんがマクドナルドを通り過ぎて家に食べ物があると言ったとき。あ、そうそうそう。これ自分もめっちゃ笑っちゃって、はい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 、曲はかっこいいじゃないですか。これショックでした。そう、ショック、ショックでした。シリーズで、うん、ママがマクドナルドを買って家に帰るとき、うん、嬉しい、嬉しい感じ。そう。なんか歓喜に満ちる感じ。そう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 。どんなメニューを考えながら曲を書きましたか。いや、逆なんですよ。曲作って、うん、で曲のフィーリングでタイトルを決めてるんですよ。ああ、そうですね。そう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 。なんか嬉しい感じ。ビッグマックセット一人で2つ食べる感じ。食べる時、そうそうそう、そんな感じ。そうですね、うん、女の子に感動を与える必要があるが、あなたは聞いた後20秒しか持っていない時、はい、あ、これ本当感動がある、ね、これ秒数ってつけると分かりやすいですよね、はいはいはい、20秒しかない、はいはいはい、20秒しかない、10秒しかない、ね、そうそうそう、あ、はいはい、でも聞いたらタイトルが理解できます、うん、なんかあ、ちょっと変なタイトルだと思うけど、うん、結局負けた感じがするかな。負けた感じがする、はいはいはい、嬉しいですね、勝った、あ、そう、あ、天才みたい、はいはい、こんな感じがしますよね、はいはい、なんかこう予想外のことをやっていきたいなと思いますよね、はいはいはい、うん、それでも一応レビューなんだからギターの話ちょっとしてみましょう、はいはい、あ、110モデルは私たちすでにレビューをしましたが、うん、この10モデルの、はい、最近発表されたモデルですよね、うん、そうですね、本当そうですね、うん、最大の特徴と長所は何でしょうか、うん、最大の特徴、これは、うん、タルマンっていうもともとあるアイバニーズのモデルの、うん、その元にした、うん、そうそうそう、そうですね、形になるんですけど、うん、まあ、タルマンって僕アイバニーズの本当に結構こう一緒に自分の成長を歩んできたギターで、うん、はいはい、そのモデルをより一新したいと思って、うん、今のこう自分の求めてるギターの形に合わせて、うん、なんでこう、まあ、タルマンなんだけどネックはこうローステッドメープル、うん、で剛性があってで結構こうプレイアビリティもしっかり良くなっていて、うん、そうですね、ピックアップもちゃんと新しいように変わっていて、うん、よりヘッドもあるし、ヘッドもあるし、ああ3シングルですけど、はい、ハムバカーの機能はないですね、ハムバカーの機能ないですね、これはもう 5way なんです、そのまま、ああ、それ1点のハムバカーの機能、はい、これありますね、はい、そうスイッチがありますし、ああ、そうですね、うん、なんか良さそう、うん、楽そうですね、楽そう、うん、演奏楽そうですね、そう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 、弾きやすいですね、機能性バランスとか、うん、形とか、うん、そうそうそうですね、安定してるって感じですね、本当に、ああ、そうですね、うん、でもそんなに軽くないですけど、はい、うん、何キロでも、でも重くもないですよね、そう、あ、ちょうどだからこう、それは 3.3kg になります、うん、ちょうどこう楽器弾いてるって、これ2キロ 2.1kg、そうですよね、うん、そうです、でもこれぐらいあった方がなんか楽器を弾いてるなって感じがするんですよね、うん、そうですね、うん、うん、機能性、うん、バランスもいいし、うん、ちょっとサウンドを聞きたいですけど、はい、シエノ見てきます、うん、はい、うん、シエノ見てきます、ピョン、
ぴょん。よくできました。はい、ありがとうございます。네、정말멋있는사운드를들어왔는데요오늘이제사운드만들어주실때이제클린톤에다가또시계즈잠깐섞어서이제오버드라이브톤으로또사운드를들려주셨는데やっぱり一音一音はちゃんと聞こえる感じしますね。タッピング音も、そうそう。多分コンプレッサー使ってないんですよね、今回今のセットアップ。だけどちゃんと音も均等に、ちゃんとバランスよく出て、ちゃんとダイナミックスもある。低いとこから高いとこまで。そうですね、発音がしっかり出る感じ。どんな演奏者が使えばいいですか？ターゲティングください。10と110のターゲティング。逆に先にこっちの1点の方は、なんだろう、今のこう自分の持っているギターじゃ出せない音を欲しいときに使ってほしいっていうギターで、はいはい、そうですね、そう、これまあタップもあるから、まあ、シングルと、まあ、ハムっぽいシングルもできるし、なんでこういろいろ、まあ、多分皆さんが持っているギターじゃ出せない音を出せるギターだと思うんですよね。新しい可能性を引き上げる、新しい可能性、そうそう、こっちの方は逆により今こう既存の音をアップデートさせるために弾いてほしいし、使いやすい、そうですね、値段もお手頃なんですよ。あ、そうそうです、うん、それは30万円と現で言うといくらなのかちょっと分からないですけど、とかも高いギター買っていい音出るのは当たり前じゃないですか、はい、はいはい、これはでも、まあ、まだ比較的そういう意味ではお手軽で、そうですね、そうそう、入門しやすいギターと、そう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 、はいはい、ありがとうございます。今持ってるギターの中に一番好きなモデルを一つだけ選べますか？一番好きなモデル、はい、1点ですね。ああ、そうですね、はい、1点ですね、です、あ、ここは10って言うべきなのかもしれないですけど、あ、まあ、一番好きなのはやっぱり1点1点ですね、うん、やっぱり自分が発売参加したりし、うん、あ、愛情が、愛情もありますし、あと、まあ、バリエーションがあるっていうと、僕はどんどんこう新しいことを作っていきたいと思うんで、そうですね、そういう意味ではいい、やっぱり一つだけは1点ですね、そうです。最後に韓国の話に一言お願いします。はい、韓国の人たち、僕本当にまだまだ韓国のことも これからいろいろいろんなファンにこう届けていきたいなと思ってるんで、これからちょっとますます今回みたいに韓国に来ることも増やしていきたいなと思いますし、ライブとかもやりたいと思うんで、皆さんぜひその時はよろしくお願いします。エチカニトでした。あ、今日本当に私にも、はい、特別な時間でした。 ありがとうございます。ワールドストア、目の前いるなんてなんか夢みたいですよ。いやいや、今すごい親近感がね、若かったね。一緒に写真撮ってください。もちろんもちろん。最後のメントは、はい、一緒にしてください、はい、チャンネル登録といいね。ギアタイムズ。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。登録といいね、ギアタイムズ。字これで合ってます？登録といいね、ギアタイムズ。そうですね、はい、ぴょん、うん、オッケーです。せーの、ぴょん、せーの、ぴょん。